道の駅ドライブと温泉ドライブと山の内花火大会ムービー。有料道路。熱戦では応援団12人、声が出なくなる12人、声が出なくなるまで共に戦いました。2試合目に向けて初戦の6秒をまた歌い始めやがった。応援団長の橋場マリアさんにお話を伺います。披露して取り消せますか？聞かないかもしれない。振り付けを特にメインで改良してきました。軽自動車通行料金100円。中学校です。
って当てる。そして進むボール。左バッターこのボール有効ですか。そうですね、左バッターからこう離れて流れていきますからね。真っ直ぐだけど見えますよね。すごい混んでんな。しっかりとこの逃げのボールが渋滞して、なんとか取れている。もう入ってる。ストレートにやはり力がありますよね。しかも球種
それで少し高いストレートを振ってくれてますからね、ぐちゃぐちゃになって、少しこう助けてるかなって感じがしますね。硬いのは食いたくない。高めでボールになるストレートもまず使いながら回復してくれてますね。その高めのあたりから落ちてくるこう変化球でこうストライク取られてますからね。探してます。今日やりませんよ。
ふざけてきますね。すぐやりましょうよ、ふざけるの。高めのストレートを持ってきました。これ、物が多いんだな、物が。少し笑顔も見えます。箱がすげえな。いや、青森行ったらみんなリンゴ農家だよ。ごちそうさまです。みんなリンゴ、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 バカの首都みたいにみんなリンゴ。こういう巻き輪に変わるし出しやすい質問になるのでね、その辺りの見た目をしっかりしてほしいな。で、これ左だ。あれ、そして行き過ぎちゃった。行き過ぎた。ここで場所を検索します。上にね、よくついてきましたよね。あ、役場や。張り込むあたり、バッティングが評価されての起用。今調べる。期待に応えます。8番のキャッチャー下川です。ワンアウトランナー1塁。やはりこの高めのストレート、あれバスが出るって。湯田中駅、湯田中駅、湯田中駅、湯田長。となると狙い球はあのストレートをしっかり見極めて変化球になってきます。そうですね、変化球は狙ってほしいなと。駅から出るの？バスが。今日楠木監督はどのピッチャーが出てきても見極めが大事だという話をしていました。今少しジェスチャーでも攻めをするというようなジェスチャーですね。高めから入ってくるボールです。ボールゾーンから落ちてくる変化球をうまく、ね、使えてますよね。まっすぐ行けんか、まっすぐ。やはりあの高さから曲がってくると手が出にくい。そうですね、あ、別ライスですが、高めのボールゾーンから入っていますからね。あ、そこに来てあのストレートの、ね、高めをやはりこう振らないようにっていう意識もありますから、右行くところで打たなかった。道の駅打たなかった。道の駅から見
子園は九国が優勝すな。消えた。もう消えた。まさに消えた。
すごい。旦那、ね、めんどくさいんだけど、俺倒れそうなんだよ。最高。やるか？やるか？